それではこの時間からはボートレース大村毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説をお付き合いしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。長谷さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ5日間開催で行われておりますボートレースチケットショップ松浦解説4周年記念、本日3日目予選最終日を迎えました。さあ長谷さんやっと折り返しということで、そうですね、半分ですね、はい、半分ですね、はい、本日の第10レースまでが予選競争となっております。さあ長谷さん気になるのは得点率争いなんですけれども、うん、現在得点率トップに立つのが深川慎二選手、強いですね。もう4戦3勝、はい、オール2連帯でしょ、はい、やっぱりもう昨日なんかまあコース取りもあったけど、うん、まあ、コースがね3コースになってもね、はい、スタート決めてね、マクトカスなんでね、やっぱり何しても強いですね、うん、さあそしてですね2日目連勝としたのが石塚久也選手で、こちらも7位までジャンプアップということで上がってきましたね、はい、やっぱり昨日はちょっと気配良くなってきたと言ってましたけどね、うん、はい、うん、さあそしてですねちょっと気になるのが、うん、上平慎二選手なんですが、現在得点率17位ということで、そう踏ん張るとこですよね、はい、まあ、昨日の陰線でね深川選手に負けられちゃったっていうのがあったけど、はい、本人はね、うん、まあ初日セット交換してね、はい、自分の中では徐々には良くなってきてると思うんですけど、でもね、はい、1着取れなかったんでね、なんかあんまり強気なことは言えないとは言ってますけど、まあ今日頑張ってもらいましょう、はい、はい、さあということで本日もですね得点率争いぜひご注目していただきまして、最終レースまでぜひお楽しみください。さあ長谷さんには本日も2レース予想していただいてますので、まずは注目レーサーのフリップからご覧いただきましょう。さあ長谷さん今日の注目レーサーなんですが、第11レースに出場いたします山市哲也選手を挙げていただいております。さあ注目ポイントお願いします。大村のインは26走連続2連対中、わー連続2連対中、やはりねいつも言ってるように、うん、まあ、誰がインから逃げるとか書いてもね、やっぱ説得力がないですからね、はい、やはり僕たちの仕事っていうのはちょっとある程度まあ、はい、うん、データとかを踏まえてですけど、はい、まあ26走連続2連対中、まあ、強いですよね、強いですね、まあ、なおかつ、はい、山下選手ね、まあ、船足馬、うん、合えば出足がいいよとは言われてましたね、まだ、はい、ちょっと気になる部分はちょこちょこあるらしいんですけど、うん、でも、はい、なんかね、エンジンの人いいと思うから、まあ、うん、うまく調整合わせたいって言ってましたね、はい、ここはまあ進入は枠なりと思います、まあ、11レースなんでね、はい、予選の終わってる、うん、まあ、レースなんですけど ね、 そうですね、モーターで言えば山内選手が出足が良さそうだし、はい、あとはね、はい、ちょっとことこなんですよ、悪くはないけど、はい、っていうのはね、この渡辺優勝選手ね、うん、はい、初日の段階だと自分の中では、うん、調整が合っててね、中の上ぐらいあると思ったって言ってましたよね。昨日はね、はい、まあなんかインから逃げたレースもあるんだけど、うん、なんか昨日は合ってなくて、そうなんですか、合わないと船足で負けるし、はい、乗り心地も良くないんだって、あららら、だからうまく合わさないといけないとは言ってましたね、はい、だからまあそこはうまく合わせてくるのが渡辺選手、まあ今日はね、うん、3レースと3レースか前半が11なんで、まあ、時間がたっぷりなんでね、はい、まあ、調整もできてくると思うんでね、うん、はい、やっぱり彼が角から行くっていうのは怖いので、まあ、対抗、うん、はい、そして長見戸選手はね、まあ、うん、よくはないけど全然悪くない足と思ってるんですよね、僕の中では、はい、うん、だからうまく中間着もなんか、ね、取れてるんでね、はい、怖いと、うん、で本当コースでは吉田選手なんですけど、どうでしょう、ちょっとスタートしてから直線ね1マーク行くまでの伸びはね、うん、いい人と比べると分が悪いかなと思いますね。なるほど、そうなんですね。浜崎選手はまあ大きな着は続いてますけどね、試運転はそこまで悪くないらしいですね、はい、ちょっと結果が出てないだけ、うん、ただ6号艇の山田選手はこれ出足がいいんですよね、はい、印がついてますけども、本人もなんか出足がスムーズですね、うん、はい、で昼と夜を比べたら夜の調整は分かってる、はい、もうペラの形は分かった、うん、昼は課題があるけど夜は大丈夫って言ってたんで、お、この11レースはね、ナイターですからね、はい、ですんでまあ3、4のセンター枠のこのね、はい、A 級選手に加えてはちょっとねモーターで山田選手が気になったんで6番を入れてみました。なるほど、ちょっと気になる、山田選手まで印を戻していただきまして、1番から3番、4番、6番の2、3着の6点、うん、そうですね、はい、上げていただきました、はい、ここはね、はい、山井選手だけにね鉄板級かなとちょっと思ってみましたがいかがでしょうか。鉄板級ありがとうございました。今日ねこう注目ポイントの方になかったのでちょっと気になっていたのですが、ね、口頭でありがとうございます。だら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 すいません本当にいつもデータありがとうございます、はい、さあということで、本日の注目レーサーなんですが、第11レースに出場いたします山市哲也選手を挙げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてください。
さあハジさん、続いてのコーナー行きたいと思います、はい、せーの、困った時の長谷田のみ。はい、ということで2日目の長谷田のみになっておりますけど、昨日はね、あげていただいたんですけども、満州にはなりました。昨日満州になってました。侵入からごちゃごちゃなりました。11レースだったんですけど、ごちゃごちゃならずに、ね、はい、ならずに、ですね。ですね、まあ、はい、まあ、昨日出したのは11レースだったんですけどもね、まあ、上平選手が1号艇、川選手が3号艇いてね、うん、侵入でちょっと見られるかなとは、まあ、展示から枠内でしたね。そうでしたね。で、まあ、はい、3コースか深川選手がまくって勝ったというレースですね。はい、ちょっと穴の2はでも嗅ぎ分けているので、いやでもあれは結果論としてはダメですね。いや本当なんか何だとか何だったんだと思いました。なんだかんだ、はい、はい、じゃあ今日も気を取り直して、はい、今日の困った時の長谷田のみフリップの方ご覧いただきたいと思います。さあ今日の困った時の長谷田のみなんですけども、第10レースを挙げていただいております。予選ラストのレースですね、うん、ここはやはり深川選手が、まあ、今節、まあ、2回目の1号艇、はい、ね、まあ、2回目の1号艇といっても、まあね、うん、インはね初日にね、まあ、4号艇でインを奪ったりしてるんでね、うん、まあ、イン戦はもう慣れてますよね、はい、あ、船足、行き足関係いいですね、スタートする足はいいですね、うん、はい、あの辺は問題ないですね、はい、全然伸びられることないですね。ですんで、まあ、はい、インから先前、はい、ここは進入ポイントでしょうね、うん、渡辺慎太郎さんがどうされるのか、うん、6コースでじっと黙っているような選手はないと思うんですよ ね、やはり様子を見たい、はい、伺いたい、2番と3番がフライング持ちってことを考えれば、うん、彼らはそんなにね突っ張ってね深い進入になるよりかっていうのがあるのかな、うん、まあ、渡辺選手の生き方次第ですよね。でも動くんじゃないのかなと思って1、6、2でダッシュを3、4、5と想定しました。はい、さあそして印はご覧の通りつけていただいてますけども、川選手の本命から、まあ、対抗打率が、うん、モーターはやっぱ石川選手がダントツですね。これどうでした、昨日もご覧になって。いや、スリット付近いいし、刺した時の出足もいいし、うん、まあ、昨日の後半レース出したレースはね、まあS 遅れというか、はい、川選手がスタート行かれたんで ね、あれだけど、うん、やっぱりね本人はね、はい、こっそりとしておこうかと思ったら周りからねいいな、いいなっていいなってみんなから言われるんで ね、まあ、やっぱりこっそりはできませんね。堂々としてほしい、はい、うん、だから本当それぐらいいいモーターらしいです。だから本人はこれを崩さずね、はい、あ、なるほど、いい形でちょっと今節を終えたいなと、いい形でダービーまで持っていきたいと本人言ってましたね。なるほど、それぐらいのモーターらしいですね。はい、深川選手も話してたら、うん、やっぱりこのね、うん、27あれいいよね。あ、やっぱりそうなんですね。あ、やっぱダービーではああいうのに何か乗りたいねっていうぐらいの船足ですね。引きたいモーター、ーですので、まあ、対抗は石川選手、はい、まあ、ちょっとコースが微妙ですけどね。そうですよね。で、まあ、入見選手が乗りやすくなってるって言ってるんで、はい、まあ、センターなのでね、うん、思い切っていける位置だし、はい、彼にとっては今日ね3レース10レース2走の準優勝負がけ、そうなんですよ、まあ、3レースの結果次第ではありますけどね、はい、勝負がけでもあるし注目、はい、渡辺さんはね、これ昨日のレースも見ててもね、うん、もう1着と思ったけどバックで伸びられて、やっぱ伸びがないんですよね。ただコメント通りレースは上手いので、うん、なんとか内に潜り込んでね粘るのかなと思ってちょっとね渡辺さんも入れましたね。はい、着は取っていりますけどもね、ちょっと船足の方も心配な、船足は心配ですね、まあ、レースは上手いですね。木谷選手は、うん、試運転は乗りやすくなってたけど、はい、夜の昨日1回走りだったんで、ね、ナイターの後ちょっとね乗れづらかったのは回れすぎなのかな、ちょっと調整はなんとなくつかめたとか言ってますよね。田中選手は出足は少し良くなってます、はい、で周りからもね、うん、お前なんか悪くないぞって言われたくらいらしいんですよ。そうなんですね、うん、ですので、まあ、ちょっとコースが微妙ですけどね、はい、気にはなりますけどね、うん、でもそんなことばっかり言ったら切りないんですね。しつかずというね、ですので、まあ、1の頭からは3、はい、4、6、2、3、軸、はい、そしてちょっとモーターでね石川選手対抗なんでね、うん、逆転で4、1から3、6を入れましょうか。はい、わかりました。本戦はこのようにいただいております、はい、さあ気になる狙い目です。入見選手ね、はい、だから初日は船足はいいけど乗りづらかった、はい、昨日はでもめちゃくちゃ乗りやすくなってたら船足はね落ちてね、あ、そうなんですね、いい人と比べたら分が悪いけど乗りやすいので思い切ってはいけるようになってますと言ってましたね、うん、はい、イルミ選手ね、とにかく大村優勝もあるしね、そうなんですよね、いいイメージがあるんですよね、はい、でよくこのコーナーでもね、イルミ選手が出てくるとね、はい、イルミ選手を、ね、推奨することが多くてね、そうですよね、岡山のある選手がね、はい、長谷さん、イルミ可愛がりすぎですよって言われるぐらいらしいんですよ。まさか言われるぐらいの。自分では気がつかなかったんですけど、なんか岡山のある選手がいるからこのまま言われたんですね、はい、あ、突っ込まれたんですか、はい、あ、だからまあ
僕と名前がなんか似たような選手なんですけど、はい、その選手が言われたんでね。でもここはじゃあもう一回乗っかってやろう。困った時の入り乱れということで、まくり出しがズコーンと入れば 3-1、はい、3-1。そして進入が乱れた時でもしかしたら3と4がダッシュ連動になってくれたら3がいって、まあ、4がモーターいいんでね、うん、ここは折り返して3-4-4-3と感じて、はい、3着流しましょう。流しましょう。はい、はい、さあということで、もう困る、これは困った時の長谷田のみというよりもイルミ頼みということで挙げていただきましたのでぜひこの困った時の長谷田のみ10レース、このようにフォーカス、お願いします本当に。はい、ということで挙げていただきましたので、はい、ぜひ皆様予想の参考にされて第10レースを楽しみいただきたいと思います。さあ3日目の本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。